よし、やるか。はい、どうも、皆さん、タンブラーです。はい、ウォーグルーブ、続きからやっていきましょう。前回からステージ続きですね。さあ、かなりですね、難易度高いですね、今回。結構追い詰められてきました。南から、兵士たちがですね、たくさん、押し寄せてきているということなんですが、村が落とされそうですね。かつ、北の方からも相当な軍勢が押し寄せているという状況です。辛いね。じゃあ、とりあえず南の方からなんとかしなければいけないということで、まあ、この戦闘圏をもう向かわせるか。はい。で、村落とされそうですが、騎士一体は急行します。で、続きまして、この、相手の騎士ですね。これは歩行兵が相性いいんで、打ち取っておきましょう。そして、この削られてしまった歩行兵は、一回撤退をしの、騎士を増やす感じでいいと思うんだよね。このマップだったら。で、でだ。あんまりなぁ。まあ一回ちょっと、エメリックは下げて、回復をさせておきましょう。で、騎士一体は、どうしよっかなぁ。どうしよっかなぁ。95% だからね。倒せないんですよね。辛いなぁ。辛いなぁ。まあいいや、ちょっと一回引いとこ。で、これうまく間合いの探り合いみたいな感じになっちゃってますね。ここにね、弓兵がいるのが厄介なんだよな。お、もう一体いた。そうか。くー、つらい。つらい。しょうがない。もうここで待つしかないな、一回。はい。ターン終了します。はい。ということで、一つ村が落とされました。歩行兵落ちますね、一体。お、ギリギリ耐えたけど、まあ、どうせ戦闘喧嘩なんかに落とされるでしょう。はい。しょうがないですね、これはもう。これ向こうの戦闘圏かな？はい。ということで、はい。困ったねー。困ったねー。はい、と。で、まあ、どんどん騎士を追加していくって感じで、ひとまずいいと思うんだけど、
つら。つら。敵の軍勢多すぎますね。はい。で、一発と。で、まあ、騎士の能力が高いんで、まあ、騎士たくさん出していけば、削り合いでは勝てると思うんですけど、はい。うん。よしと。しゃあないね。こうするか。あ、で、さらにもう一体騎士ですね。うん。まあ、騎士、やっぱ移動6マスあるんで、このマップでは役に立つな。鬱陶しいな。うん。これはまあ攻撃が分散してくれたんで、いいと、取りましょう。これはもう無理ですね。はい。うん。はい。で、これで、このターンにやるべきことは、ここに、チェリーストーン置くか。で、強くしておいて、はい。それで、あ、しまった。ここにいるな、一体。あと1割だから。ほっとく？あ、しまった。騎士って占領できなかったっけ？占領できないのか、騎士。そうかそうか。どうしよう。村が一つ落ちてしまっているんですが、いけないのか。どうしようかな。じゃあ動きが4マスあるっていうだけで、兵士出しとくか、一体。で、せっかくここにたくさん、騎士がいるんだけど、まあ、まずは、弓兵削るのが、最優先でしょうね。はい。で、ついでにこの戦闘犬も潰しておきましょう。よし。そして、この6割しかない騎士は一回下げると。ふぅ。一発ぐらい耐えてほしい。おーし、ギリギリ耐えましたね。一発耐えたというだけでも、
割と、いいと言えますね。確か、相手の司令官を倒すか、うわ、またこれ、村を落とされたよ。それか、拠点、兵舎を潰せばいいのかな。うん。え？ちょっと、何が起きてたかよくわかりませんが。村二つも落とされてるんだよな。はい。選挙に。選挙戻します。そして、戦闘圏を北に進めるでしょ？おいで。ここどうしようかな。はい。で、もういいや。じゃあ、今のうちに、いや、でもな、敵がいるのかな。ちょっとその辺がわかんねえな。その辺がわかんないんですよね。こいつ削る？か、村を落とすか。2割か。いいや、もう。いや、1% か。しょぼいな。もうほとんど使い物になんないな。村を落とす。村を落とす。いやー。どうしよう。考えどころですね、これは。よし、いいや。攻めよう。もうこの司令官を落とす作戦でいきます。はい。で、まあ一応、ほんの少しだけど、削っとくか。ほいで、あ、しまった。いや、まあいいや、じゃあ。クリティカルだから、先制攻撃で。相性悪いですが。はい、歩行兵削っておきます。まあこれで、おそらく返しで持つんじゃないかな。攻撃しなくていいでしょう。もう村は無視しよう。それで、さらに、もうすぐに移動できるように、騎士を追加していきます。うん。まあもうこれはしょうがない。結構耐えると思うんだけどな。耐えましたね。これはさすがに耐えなそう。あ、よかったよかった。ギリギリ耐えましたね。うわぁ。意外とまだいるなぁ。敵ユニットが。はい。意外といますね。じゃあ、この兵士は倒しの、
あんまりね、ユニット結構削られちゃってるんで、もうあんまりいいランクは取れなさそうですね。はい。で、無駄全部取り返しました。よし。うわ。いや、ちょっとこいつはここに。はあ、こんな感じか。で、どうしよう。戦闘剣でいいか。戦闘剣で、歩兵を削り切って、どうしましょうね。どうしましょうね。エメリック。エメリックは前に出すか。で、どうしよう。まあもう騎士でゴリ押しですね。まあエメリックの防御系の能力のおかげで、そこそこ、硬いんで、このシールドの中にいれば、まあ、有利に戦えるんじゃねえかと。逃げたなあ、あいつ。あいつ逃げやがったなあ。逃げやがりましたね。チェリーストーンこう。よし。これで、無駄落とすかな。今更ながらですが、ちょ、無駄どうしようかな、本当に。まあ、ほっといてもいいっちゃほっといてもいいと思うんですが、落としますか、ここは。はい。で、あれ。これですね。戦闘剣で、無駄を落として、で、そうか、落としてもあれか。そうあった。選挙できないんでしたね。忘れてました。はい。よしと。これでいいかな。500か。このターン何もできないですね。司令官逃げたな。逃げられましたね、司令官に。参ったな。逃げたか。そしたらもうどうしようね。
微妙に落とせないのか。やらしいな。袖だったら、わかった。じゃあ、あの司令官が、どっか行っている間に、騎士を進めておいて、速攻で、ちょっと戦法変えますか。この兵舎落とすか。じゃあ、その方向に切り替えよう。こんだけ騎士がいればなんとかなるんじゃねっていう感じですね。よし、これでいいや。ターン終了で。まあ耐えるでしょう。よし、仕掛けますか。よしよし、落とせる落とせる。ここで、これでもう終わりでしょう。今のうちに。ほら、よし、勝ったんじゃない。スイッチ、そう簡単に倒せると思うのか。終わりましたね。よしよし、作戦勝ちですね。はい。まあ、途中で、こう、臨機応変にね、勝ち方を変えていくっていうこともいいんじゃないかなと思います。はい。カディ、これで終わらない。スイッチ、加入する。ストーカーになる。は。そして、意表をついて、飛びかかる。スイッチ、ここにおったのか。誰だこいつは。このよそ者は誰じゃ。私たちは侵入者、人間暗黒の森を破壊しようとしている。こいつは話を聞いていないのか。スイッチが捕まえた、やっつけた。緑氏、心配するな、すぐ奴ら死ぬ。緑氏っていう名前なの。あ、不動だの。よしよし。A ランクか。まあ、4ユニット失ってますからね。それか、ターン合計17ターンが長かったのかな。お、道が分かれた。え、道が分かれるってそういうことあるの。サイドクエスト。どうしよう、サイドクエスト。サイドクエストやる？まあいいや。はい。とりあえずクリアしましたんで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。